よろしくお願いします。宮本さんは光浦さんと面識はあるんですか？いや面識っていうかあのよく ZEP なんかであのコンサートすると、うんうんうん、あの楽屋にあの来てくださって、あ2回だけ、そんなことが3回ぐらい言いましたよね。2回です。ファンが選んだエレファントカシマシの名曲第3位。子育てをしながら悩んでいる時になんか励ましてもらえたようなって行くぜみたいな、ストレートのさあ頑張ろうぜっていうところがそこでグッと掴まれます。さあ頑張ろうぜ、負けるなよ、そうさお前の輝きはいつだって俺の宝物で、でかく生きようぜ、お前は今日第2位。歌番組で聞いて、なんていい曲なんだろうって小学生ながらに思って、一生懸命トークで一生懸命話してる様子が本当に本当に熱意がある。曲と一緒に存在自体すごい好きになりました。プロモーションでもあれでこうすぐにモノクロで一人でアップデートするところがあるんですけど、そこを見てなんてまっすぐにいたんだろうと思って、冬の月のようにくだらねえとつぶやいて、冷めたつらして歩く、いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙、明日もまたどこへ行く、愛を探しに行こう、見慣れてる街の空に輝く月ひとつ、いつの日か輝くだろう、今宵の月のように。ちなみにデビュー前から宮本さんのファンという方に歌の原点となる意外な一曲を教えていただきました。40年のファンってデビューする前じゃないですか。4歳に自宅でなんかちょっと具合が悪くて寝込んでる時があったんですけど、うん、その時におばさんが私にそのレコードを買ってきてくれたんですね。でそれを聞いた瞬間にもうジャケットに来て、もうすごい元気な歌声で声色がもうすごいんですよ。わかりますでしょ。わかります今につながるとこう拳がねこう回ったりすごい叫び声みたいなにつながる才能を伺わせるフレーズがいくつかあるんですよ。初めまして来ちゃうんだっていう、初めての僕ですっていうことなんですけど、実は宮本さん小学校3年生から5年生までNHK 東京児童合唱団に入団し、ソロ曲を1曲出していたそうです。すでに宮本さん歌声が初めましてと来ちゃうんだ、勉強それほど得意じゃない、喧嘩も言うほど強くない、日月火水木一週間中で日曜が大好きで駅伝の子供だ。いいじゃないですか、すごい語尾を投げ捨てるような歌い方武士が才能のね、そう武士が散りばめられてたなと思います。駅伝の子供たい、お前を俺に負けるなよ。第1位、ロッキン王の山崎陽一郎さんの編集者の方のチラシを見て、アイローズが一気にチャートぶっちぎり、ウルフルズが王道ながらもって書いてあって、さらに続くのは間違いなくこのエレファントカシマシでございますっていう言葉にすごい興味を持って、それで歌詞を知って悲しみの果ての
シングル CD を書かれてた。持ってた。私の父が中学生から目指してた夢とかって一緒に勉強してて、それに第二次試験で落ちた時に、もうベッドに移して、あんな行った時にお母さんがこうソフトリリックであるコントをつけてくれたんですよ。ありがとうございます。部屋を飾ろう。コーヒーを飲もう。花を飾ってくるように、すごい部屋にがもう。今まではすごい好きな歌やったんですけども、いつもと違う歌詞が出てきて、すっごい好きです。悲しみの果て。痺れますな。いかがですか。痺れます。どれが特に。あ、僕は特に悲しみの果て。若かりし頃ですね、はい、ラジオのレギュラー番組をやらせていただいた時に、はい、もう一方的にですけどかけて、じゃんじゃんかけてました、悲しみの果て。その頃多分一緒にトイレでおしっこしたんですよ。光村さんも悲しみの果て好きなんですよね。いろんな歌が大好きですけど、悲しみの果てはあの歌を聴いてから私はあの落ち込んだ時は花を飾るようになります。なるほどなるほど。で、花を買う余裕があるってことは心にも金銭的に聞いてます。一つ言うのはこれね、結構ね、これ僕はどういう顔していいかちょっとわかんないけど、どうぞどうぞ、お好きに。そのあんまり褒められ慣れてないっていうか、なるほど。なんていうんですか、もう今もうちょっとこうファンの方がいろんな方をね、いろんなこと言ってくれますって、どうですか、なんて言いますかね。あのやっぱちょっと温かいな、声が小さい。何かこう精一杯やっぱり練習していい曲作りたいというふうに思いました。くだらねえとつぶやいて。エレファントカシマシ最大のヒット曲、今宵の月のように。男らしくもやるせない現状を描いたこの楽曲、実は意外にも最初はある目線の歌を作ってほしいと頼まれていたそうです。渋谷のクワトロとかそういうところであのコンサートやってた時に、まあそういうドラマの、 あのプロデューサーの方をね、あの誰かが招待して、で何度か足を運んでくれてるうちに、まあ、非常にこのバンドあのいいんじゃないかと。それで、ね、あの彼がこの話面白いですか。面白いですね。何でも面白いです。普通ですけど大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫。面白いです。そのドラマのプロデューサーの方がね、やっぱりはっきりその方向性があって、江住さんと、うん、あの岸谷五郎さんが、はい、女性が主人公だから、はい、女性目線の歌を作ってくれないかというふうなことを言われた。でも女性目線って言われても、はい、まあ、男だし女性目線ちょっと難しいなと思って。はい、まあ、でも散々いろんな曲作って自分自慢の曲全部こう投入して、全部ボツになる。ボツになる。詰め合わせじゃなくて一曲一曲で、その詰め合わせじゃないですよ、一曲一曲で。そのなんかそのあのプロデューサーが出す、そう、全部やっぱそのドラマのそのなんかイメージと違ったんでしょうね。で最後の最後にもうあれ困っちゃって、そのアコギスティックギターを借りてさ、人の恵比寿のあの事務所の部屋のところでこうやってやって、プロデューサーってことは男の歌だけどもいいやと思って、うん、持ってったら、そのドラマのプロデューサーがすごい喜んでた、これだよみたいな。でまあその男の歌だけれども、うん、このドラマにピタッとくると。これの月のようにはやっぱり街から流れた時は本当に嬉しかったです。知っててくれたんですか。ファンから聞いた熱すぎるエレファントカシマシ宮本伝説。バッとボタンを引きちぎる、ボタンがピューって飛んで破っちゃうみたいな感じだと思うんですけど、前に MC でワイシャツの替えがあんまりなくって、でも破っちゃうんだよねみたいな感じ。熱くなりすぎて毎回ライブでシャツを破る。
それがこちら。大丈夫、全然大丈夫です。すごくいいです。可愛がってる無様な魂さらして見てた。これさ、ライブで拾ってんねん。する人のためのこの命じゃ。さらにファンからのアンケートでは、熱い宮本さんならではのエピソードも。雨の中ずぶ濡れになるお客さんを見て舞台袖へ履ける宮本、すると バケツで水をかぶって自分もずぶ濡れに。一体なぜ？バラードの前にやることじゃないんだが、これで平等だエブリバディ。まだまだ足んねえけどよ、気持ちが通じただろエブリバディ。雨で濡れたお客さんと気持ちを共有するために、自分も濡れた状態で熱唱するという熱すぎる行動。さらに恋愛面でも熱すぎるエピソードが。ウェブのインタビューかなんかで、多分プライベートショップで3分ごとに電話して俺のどこがダメなんだって言って、そうそうそう、ご本人が話してました。彼女に振られちゃって一旦何本しかないわけで、やっぱり何に対してはダイレクトですね。彼女に振られて年間ライブ本数が3本に激減。これ本当ですか？はい、24くらいで、まあ、結構長く付き合ってた彼女だったから、何にもできなくなっちゃって、喪失感もそうだし、何と表現していいのやらわからない、その気持ち、それの第一体験というか失恋っていうのはもうそれほどのダイナミックな衝撃を心に。それ3分くらいので出てくる。全部出てくれました。100ぐらいまでは出てくれました。ちょっと怖い。100何回目からは疲れちゃったんですよね、僕もね。いやー、答えようもないし。じゃあまだ原因はわからないですね。あるよな。はい、いつか見たい。さっきから聞いた熱すぎるエレファントカシマシ宮本伝説。ベースソロのとこになると奪い取って気がしんだ。ベースソロを奪い取る？何があるかなんて。その伝説はフェスのライブで起きた。曲の感想でテンションマックスの宮本さん、すると熱いベースソロを披露。いや、いいですよ。さらに別の日のライブでも。いや、打ち合わせなしですよね。あ、そうですね。すみません。それは大変ですね。でも止まらなかったんですよね。そうですね。でも今見るとすごく自然な行動に見えて、お客さんもすごく盛り上がってくれて、まあ、ほっとしました。よかったですね。しかもあんだけテンション高いのにちゃんと弾けてるっていうところに感動しました。まあ本当すみません。まあでも やっぱりね、そのコンサートやってると
もっとみんな盛り上がりたいんじゃないかって思ってくるんじゃない、もちろん、もちろん。その時に行こうっていう気持ちをなんかこう出したくなってね、体験したいと、そういうことだと思うんだけど、その奪い取るっていう行動になってたと、取られる側の気持ちは一度聞いてみたいなと思って。でもリハーサル時とかでも奪い取るわけじゃないんですけど、まあこうっていうのがあったんで、まあ、別に違和感とかは全然ですね。そうですね。今夜エレファントカシマシが披露するのは、俺たちは明日という歌を、はい、歌います。はい、何か一言。エレファントカシマシで、はい、やってきてどうなるか分かんないですけどね。はい、まあ、しっかりこう練習して、はい、歌っていきたいなっていうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは歌っていただきましょう。スタンバイお願いします。よろしくお願いします。